ブレインはフレッチャー級駆逐艦の一隻であり、南北戦争で活躍し北極圏を探検したダニエル・エル・ブレインにちなんで命名されたアメリカ海軍の駆逐艦である。ブレインはメイン州バス市のバス鉄工所で寄港され、1943年3月7日にブレイン海軍少将の孫の妻であるダニエル・エル・ブレイン夫人によって命名、浸水され、 1943年5月11日に指揮官 JF ニューマンの指揮下に就役した。ブレインは終戦まで南太平洋の戦線に従事し、沿岸への砲撃や部隊の上陸に参加した。戦後、1946年から1951年までチャールストン海軍交渉に置かれた。再就役した彼女は地中海の第六艦隊に、その後第七艦隊の 第77任務部隊に従事した。1971年に退役すると、アルゼンチンに移され、アルミランテ・ドメック・マルシアと命名された。1983年、ドゥルモンド級コルベットのドゥルモンドと209型潜水艦のサンルイスの標的艦として、マルデル・プラタ沖に沈没した。1943年夏に、アメリカ東海岸を出港し、ブレインは、 兵員輸送の護衛のためサンフランシスコから真珠湾へ向かった。その後、駅島へ進み1943年10月5日から6日にかけて爆撃と砲撃に参加した。11月1日から3日にかけて、ブレインはブーゲンビル島エンプレス、オーガスタ湾への最初の上陸に参加した。続いて2ヶ月間にわたりブーゲンビル島の共闘補への部隊の補給を護衛した。 1944年1944年2月15日、ブレインはグリーン島上陸に参加した。彼女は日本軍の施設への夜間砲撃のため日本軍の勢力下にあるラバウル港へ進撃した。3月20日、彼女はビスマルク諸島のエミラウ島への上陸を支援した。翌月はマリアナ侵攻のための護衛任務や訓練に明け暮れた。6月14日、 彼女はテニアン島への砲撃に参加し、小口径の砲弾により小さな被害を受けたものの、6月23日までマリアナ諸島での作戦を続けた。1ヶ月のほとんどをアメリカで過ごした後、彼女はフィリピンを出港し、真珠湾へ向かった。ブレインは10月20日のレーテ島上陸にて砲撃支援を行い、 11月18日の日本軍による航空攻撃を撃退した。1945年1945年1月4日から15日にかけ、リンガエン湾上陸に参加した。その後バターン半島とコレヒドール島への上陸の支援のためマニラ湾へ進んだ。3月17日から4月23日はレーダーピケット艦と支援艦として、 ミンダーノ島のサンボアンガとポラック港への上陸に従事した。5月16から25日はレーダーピケット艦として沖縄作戦に参加した。5月27日、ブレインは立て続けに2機の特攻機が直撃した。正面への最初の直撃では環境が大破し、艦中央部への2回目の直撃では2本の煙突が吹き飛ばされ艦中央部の上部構造が破壊された。 ブレインは、応急修理のため、沖縄諸島のケラマ諸島へ退避し、6月19日に、そこを離れた後1945年7月19日に、アメリカへ帰島した。7月21日、ブレインは修理のためボストンへ行き、その後モスボール固めチャールストン海軍交渉へ移動した。1951年4月6日に最終駅した。ブレインは、 太平洋とカリブ海での訓練を行い、1952年春に第6艦隊での任務のため地中海へ出港した。同年10月、沿岸部での任務のため帰島した。1953年5月に第6艦隊に再び加わり、10月まで随伴した。1953年10月から1954年11月にかけて修理した後、 カリブ海での完熟訓練とニューポート近傍の沿岸警備を行った。1954年11月30日、彼女は太平洋を離れ、1954年12月中旬に巡洋艦、駆逐艦太平洋艦隊の所属艦となった。1955年1月初旬、彼女は日本の横須賀へ行き、第77任務部隊に加わった。一月、 ブレインは大鎮島撤退作戦に参加し、その後台湾での警備を行った。そして彼女がアメリカ西海岸に戻ってきたのは1955年6月19日のことであった。ブレインが次に西海岸を出港したのは1956年2月13日で、もう一つの西太平洋航海を巡航するためであった。1956年7月22日。 彼女はカルフォニアに戻り、サンディエゴとサンフランシスコの沿岸警備に従事した。1946年、ブレインは危険な前線での活動に参加する数少ない感染の一席であった。1971年8月17日、ブレインは退役、除籍され、対外優勝軍事援助の一環として、アルゼンチンへ売却された。1971年8月17日、 アルゼンチン海軍はブレインをアルミランテ・ドメック・マルシアと解明した。官名はアルゼンチン海軍帝督のマヌエル・ドメック・マルシアに由来する。1983年10月7日、ドゥルモンド級コルベットのドゥルモンドと209型潜水艦のサンルイスの標的艦となり、マルデル・プラタ沖に沈没した。第二次世界大戦における活躍を称え、9つのバトルスターが、 ブレインに授与された。ありがとうございます。